皆さん、こんにちは。こんにキちリンは。です。カレーカンファレンスにようこそ。じゃあ、早速なんですが、まず、いただきますしましょう、とりあえず。で、実は今日、なんと、富岡くんが、北海道らしい場所に行ってるということで。中継どうなんだろう？ダメかな？富岡くんは今、つながっ切れてる。てない。残念。残念。カレーカンファレンスが北海道企画なので、オンラインでも北海道らしく、北海道っぽいところをちょっと皆さんにお届けしようかなと思ったんですが、残念ながら中継が切れてるの。皆さんで、じゃあいただきます、しましょう。じゃあいいですか、皆さん、カレーの準備は整ってますかね。いいですかね。じゃあ皆さん、いただきます。いただきまいす。ただきます。いただきます。いただきます。写真撮るよ。はい、ありがとうございます。撮り終わったらしい。いただきます。皆さん、今日カレーはどこから調達したんでしょうか？あ、ちなみに、チャット私のマット方はこれで、ミュートするよ。入っていただければ、私、どんどん拾っていきますので、ぜいいひ、チャットの方にもガンガン書きでます。ちなみに私なんですけど、前回カレーカンファレンスの方に参加していただいた方もいらっしゃるかな？今回私は今食べてるのがこの特進カレーというカレーで、これ、隊員絶賛、ガツンとくるうまさ、なまらうまいっしょっていう 陸上自衛隊旭川駐屯地が監修してるカレー、レトルトカレーで、なんですけど、これすっごい美味しそうだなと思って、これを今日は食べてます。で、他にも私は、URL を検索してしまう。札幌パキスタンカレーっていうのがあって、今札幌ってなんかパキスタンカレーが熱いのかな？ね、パキスタンカレーの店結構あって、パキスタンカレー、札幌パキスタンカレーっていうレトルトも出てます。あと気になったのが、この知床鶏と十勝マッシュチキンカレー、ゴロッとチキンカレーっていうのも、これも結構美味しそうだなと思って。で、もう一個がタコカレー。これも結構美味しそう。タコ味。タコの旨味が程よく溶け出したって書いてあるので、特進カレー食べ終わったらちょっとこっちも食べてみようかなと思ってます。はい。で、今回のカレカンは、ちょっといつもと違うんですよね。違う。ちょっと。いつもは、ちょっとカレーの話とか、だらだらしてる感じなんですけど、今日は、カレカンで LT がやりたいという学生さんが、3人いらっしゃってるので、だってパスワードとかがわかんない。あれ、iPhone 入れない。いいじゃん。どうした？大丈夫か？どうした？どうした？大丈夫か？ミュートしといた、ミュートしといた。このデス一家が。LT を聞きながらカレーを食べようかなと思っています。すいません。共同ホストつける人がいたら手を挙げていただければ対応します。灰原くんと、挙手してください。灰原くんと、タカピはロい。あ、そうですね。手を挙げてもらえるとお願いします。あと、アルネコさんも、共同ホストつけといてください。手を挙げていただければつけますということで、お願いします。あと、どなたでしょうか。みんなついた？ついてない人、ついてない人、ついたな。ここ大丈か夫な。そう。あ、西原翔太戻ってきた。お。その西原翔太が、西原翔太は戻って今きどた。こにいる？西原翔太どこにいる？今、いただもきしもます。し、聞こえてますか？聞こえてうん、聞こえまてする。よ。お、ガリンちコょっと号待ってくですださい。か？ガリンコ号？違う、違う。これどこですね、これ。カニの爪ですか？そう、いけてない、いけてない、そこまでは。
ここは。ちなみに用意してるカレーは何ですか？用意してるカレー。ちょっと待って。ですね。あ、リボンシトルがあります。あとは、もうこれしかなかった。何カレー？卵カレーしてた。山崎の、うん、そう。それしかない。そこまで行って山崎のカレーパンを食べる。いや、もうね、ないもん。これしかなかった。さ、オホーツクまで行って山崎があるって結構すごいことなんだよね。何年か前まで山崎って北海道入ってなかったんで。あ、そうなんだ。日常の牙城だったので。ああ、日中、そうね。うん、山崎がそこに行っても山崎があるって結構すごいことであるの、確かに。はい。道外の人には伝わりにくい。山崎あんだろ、どこにでもっていう。いや、そう。皆さん、どんどん、ガンガンお願いします。何しに行ってるんだっていう。いや、そう。日常パンと、あとロバパンのカレーパンとか探したんですけど、ちょっとロバパンの領域じゃなかったです。このオホーツクまで来ると。紙。なんか。そう、甘いものを食べようと思って、こう門別のお菓子屋さんのっぽいものを手に入れました。うん。うん。何のお菓子？なんかそのカスタード入ってるさ、なんかよくあるじゃない、なんかこう、ふわふわしたやつみたいな。ああ、鍵の時的なやつかな。あ、そう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 。そうです。うん、まあなんか、僕が屋内に入ると、天気穏やかになって外に出ると風が強くなります。じゃあそこから LT 聞いてください。わかりました。はい。じゃあまず辻長くん行きますか。すみません。一応全員に権限つけてあるんで大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。最初じゃあ辻長くん行けそうですか。辻長くん、行けますか？行けますか？行けますか？音がしてない。音がしてないよ。美味しいカレーの話頼むよ。美味しいカレーの LT だっけ？声入りましたか？美味しいカレーの LT。違う、昨日聞いたからどうそうなんあれ、声さっきちょっと入ってたけど。入ってますか？あ、はい、はい、OK です。入ったよ、うん、はい。アルネコさん、5分お願いします。5分お願いします。あ、OK です。はい。アルネコさんを見ててくださいね。はい。ちょっと待ってくださいね。うん、準備できたら入ってください。画面でいいのか。はい。あ、始めます。はい。とモラルを守るディスコードボットっていうテーマでやります。と自己紹介です。北海道情報大学の1年です。4月から2年生になります。で、ローカル学生部に入っています。最近やってることは Python で遊ぶことで、普段やってることは CTF とかセキュリティの勉強を頑張ってます。と、このモラルを守るディスコードボットを作ろうと思ったきっかけが、大学の同級生とディスコード上で活動する場所を作ったら、まあ、モラルのない発言がちょっと多くて、で、参加人数が多ければ不快に思う人も結構いると思うので、その辺をなんかうまくボットで管理できればいいなと思って作ろうと思いました。で、まあ、ここで言うモラルのない発言の定義は、まあ、攻撃的とか差別的セクハラ、とか人が不快に思う発言を指してます。で、まあ作りたいものは、送信されたメッセージを取得して、メッセージを、まあいいか悪いかを判断して、で、メッセージを送信した、そのメッセージを削除して、そのメッセージを送信した人に、まあ注意をするみたいな感じのものを作りたいと思いました。で、まあ、メッセージの取得は discord.py で、まあ、簡単にできたんですけど、まあ、このテストカリーか、あ、カレー、テストカリーっていうのを作って、で、まあ、これの中身でやりたかったことは、まあ、単語を、
分割、ジャノメを使って単語を分割して、正規化して、ベクトル、まあ、自然言語処理みたいなことをして、そこから、まあ、守っているか判断するっていうものをやりたかったんですけど、まあ、実際にやってる動作は、ちょっと難しくてできなかったので、文章にカレーが入っているかどうかを判断して、入ってなければ削除するっていうのになりました。で、判定された後の動作で、カレーの話をしてないのでメッセージを削除しましたと送ります。まあ、これ実際に、これ今、ディスコードの画面映ってますかね。OK です。で、カレーを食べますと送信すると、削除されないんですけど、なんだろう。唐揚げを食べますと打つと、彼の話をしてないのでメッセージを削除しましたと、勝手に削除されます。で、まあ、出来上がったものはカレーハラスメントボットです。はい。で、まあ今回あった壁は、Python のバージョンによって使えないライブラリーがあったりして、その代わりをうまく見つけることができなくて、かなり苦戦して、まあこういう形になりました。でまあ、ちなみに今日食べているカレーは、朝から手作りしてカレーを用意しました。でおすすめのカレー屋は、近くに大学の近く自分の大学の情報大学の近くにあるチュッタっていうスープカレー屋さんが結構美味しかったです。でホームページを見たらフラッシュプレイヤーのサポート終了でなんか画面がトップページがこうなってました。はい、まあ以上です。GitHub 上げてます。ありがとうございました。はい、ちょっとなんか私すごい想像以上によく感動してる今。なんかね本当にカレカン今までのカレカンにはないもう真面目な LT が来るのかなと思ってたんだけど、すごく良かったよ。カレーボット最高じゃない。すごい良かったよね、母ね。良かった、ね、すごい良かったよ。まさか昨日の夜にカレーネタ入れてねって言って、ここまで。そうよ、びっくりしかった。すごく良かったよ。はい、すごい、すごいね。すごい、なんかその、内容も良かったけど、辻永くんのその、すごいポテンシャルを見たね。すごい良かった。ありがとうございます。こんな褒められてる。止めたはい。え？トメさんどうでした？今の素晴らしい LT が LT オッケー。僕はこう辻氏を4年前から見てるんですけど、多分随一の出来だったんじゃないかっていう気がします。はい。明らかに素晴らしかったね。よかった、ね。明らかに今日のが一番まとまってた気がする。過去4年間で一番4年間どころか5年目かこっち過去5年間で一番まとまってたと思います。素晴らしい。正しい。すごい。よかった。はい。次は誰が行く？次誰にしますか？準備できてる人。次行きたい人。手上がらない。準備できてます。ハイバラです。ハイバラ君、ちょっと待ってね。じゃあ、ハイバラ君をスポットライトに追加して、次の具はお疲れさんでしたですね。ありがとうございました。あれでしたっけ、室蘭勢はサイの禁止令が出てたんでしたっけ。え、そうなんですか。あれ、そうじゃなかったっけ。なんですけど。そんな過酷な指令が出てたんですか。なんか噂によると厳しい。厳しい。あ、これって僕はローカル学生部の紹介とかもした方がいいんでしたっけ。軽くしてくれるとありがたいかも。いや、込みで5分でいいですか。いや、なんかちょっとじゃあそこはアルニコ先輩が許す範囲で。ちょっと顔色を伺いながら。はい。あ、じゃあやっていいですかね。はい、お願いします。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。
顔色を伺うためにちょっとズームの画面をウィンドウ設定しています。はいはい、ありがとうございます。顔色って。はい、ロカル学生部の灰原です。大学は室蘭工業大学に所属してます。よろしくお願いします。軽くロカル学生部の紹介をさせていただきます。まず、よくロカル学生部の説明をするときに、ここを説明しないといかない、いけないなってずっと思ってるんですけど、まず一般社団法人ローカルっていうものがあって、その中のサークルみたいなものですっていうのを、説明しなきゃいけないなと思いつつ、日夜いろんなところで混乱を生んでいるわけですが、一般社団法人ローカルという、まあ、基本大人の集まりがあって、その中の学生の集まりがローカル学生部です。で、まあ、つながりを生もうじゃないかということでやっております。で、部員はこういう人たちで、このスライドはこうバラバラな人が集まってるよっていうのを出すために作ったスライドなんですけど、この北海道の地名しか書いてないここで、こう道外の人にどれだけバラバラ具合が伝わるかというところなんですけども、参考までにお知らせするとですね、僕は室蘭のあたりに住んでいて、で高校の、美術部の公文連の大会で北見に行くっていう時があったんですけど、こうバスで6時間とか8時間とかかかった記憶があります。それくらい離れているので、こう普通にしてたら、ここ室蘭と北見の人が知り合うってことはあんまりないわけです。でこれをつなげていこうじゃないかということですね。で、世代も16歳以上っていう制限がありますが、高校生から大学院生までいろいろいて、ハードウェアやってる人からデザインやってる人までいろいろいます。で、まあ、自分と違う、クラスターの人たちと会えるっていうのがいいところなのかなと思いつつやっております。で、主な活動はこんなような感じで、まあ、今年はまあ、こういう状況なので、こう合宿みたいなことはできてないんですけども、みんなで OSC に参加したりとか、勉強会開催したりだとか、あと月一の部会っていうのをやってますね。比較的この勉強会とか部会とかはこれまでもオンラインでやっていて、で部会に関しては変わらずですね、ほとんど。でも、まあ、この年一でわっとみんなで集まる晴れの日みたいなのが、またオンラインでもやれるといいなと思いつつ、もっと方法を考えているというところでございます。この写真は、2年前ですね。2年前、3年前か。2018年の学生部総大会で、なんとこの桜インターネットさんの石狩データセンターで合宿をするという、データセンターで合宿をするっていうおかしな文章を誕生させてしまったという回です。非常に楽しかったです。ということで、はい、もしお知り合いで北海道の学生さんいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。ということで、ありがとうございました。はい、これが学生部の紹介でした。はい、3分ちょうどいい、はい、大丈夫です。あと1分50秒ぐらいあります。はい、まあ、1分くらいで僕のしょうもない生活を発表しようかなと思うんですけど、今日は非常にモダンなウェブフロントエンド開発をお見せしようかなと思っていて、jQuery って皆さん知ってますか？すごいモダンな技術なんですけども、jQuery のプラグインで jQuery.terminal っていうものがあってですね、これ皆さんぜひ使ってほしいなと思って、これの布教しに来ました。で、これ、名前の通りですね、このブラウザーで、ターミナルエミュレーターですね、こういう端末っぽいものを簡単に書けるっていうもので、こうなんかクリアーとかが動いたりとか、ヘルプって打つと、これメッセージを出したりとか、OJS って打つとなんか、このプロンプトが変わったりとかですね、こういうのができるものがあって、で、これはいいなと。で、これを使って何かできないかなと思っていたんですけども、で、作ったのが、これです。僕はフロントエンドやらないことはないんですけど、結構あんまり好きじゃないというか、なんか作るには結構気合がいてですね、こうちょっと API をこう Go とか書いていて、ちょっと API 生やしたからフロントエンド欲しいなと思った時に書くのは結構億劫だなと思っていて、
まあ、なんか単なる API クライアントみたいなものを簡単に生やせたらいいのになというふうに常々思っていてですね。で、これを作りました。Generate Web Based Terminal as a Web API Client from a config file ってなんかわかんない文章が書いてあるんですけど、何かというと、この config.json、5分経った音がするけど、ちょっともうちょっとでやりたいんですけど、はい、このコンフィグファイルをなんとなく書きます。なんか、JSON っていうコマンドがあって、プロンプトでタグ A1 とタグ A2 っていうプロンプトを受け取るとかっていう設定とか、あと API でこの URL にポストをしたいとかっていうのを書くとですね、これが生成されるっていうのを作りました。雑にちょっとソースで見るんですけど、この index.html が自動で生成されます。ここを見るとですね、term.push とかっていうのがあって、これがさっきのプロンプトごとにこうターミナルをプッシュしていってこうスタックにしてるんですよね。で、スタック構造なので結構自動生成もやりやすいってことがあって、でこれがGo のアプリケーションから生成した HTML のコードになってます。コマンド何やったかな。例えばなんかこうマスクしたパスワードを打ち込むみたいなやつもできたりとかしていて、あと裏であの API をあのサンプルで立てたんですけど、ポスト、JSON をポストしますってので、フィールド1が AAA で、フィールド2が BBB で、まあ、JSON、こんな JSON をサーバーに送って、で、エコサーバーを実装してって、で、これが返ってきましたとか、なんかできるっていうものを作りました。これ何が嬉しいかっていうとですね、API クライアントを簡単に生やせるっていうので、まあ、フロントエンドをとりあえずここで書かなくてよくて、で、なんか E3 テストもどきみたいなことができて、あと一番は、認証をのところで、今自分のサーバーで認証基盤を入れてるんですけど、Google サインインとかを実装していて、で、この Google サインインして、ジョットをクッキーでもらって、そのジョットを持ったまま API を発行できるので、もうちょっと、カールとかで叩くよりもセキュアに API を使うことができるかなっていうので、こういうものを作って、見ました。これはですね、最後に感想を一つだけ言いたいんですけども、Go でこうコード生成、JS を生成するんですけど、これ書くときにですね、非常に頭が混乱してきて、この Go のスタープラスイコール、この中に JS が入ってるので、これ僕は今どっちを書いてるんだっけっていうので非常に混乱して、頭の体操になるので、ぜひ皆さんもやってほしいなと思います。カレー情報か。カレー情報か。今考えてるのかおすすめのカレーのレシピがあるんですけど、こうレトルトカレーを美味しく食べたいという大学生は多いだろうと思うんですが、レトルトカレーにめんつゆを一回し入れて茹でたパスタを入れると美味しいですよ。はい、終わります。ちなみに室蘭にはないの？カレー屋さんは室蘭には本格カレーしかなくてですね、老舗洋食で有名なカレー屋さんとネパールカレーで有名なカレー屋さんとインドカレーで有名なカレー屋さんとコーヒーに合うカレーで有名なカレー屋さんがあります。結構あるな。そうだって頭でサイの急に言われたから別のところも考えなきゃいけなかったんですよ、きっと。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうなんか天ぷらっていう文字列が結構見えたんだけど、はい、天ぷらとカレーはどっちが好きなの？どっちも食べたらいいじゃないですか。プラカレーやべえ。ここはカレーだろ。丸亀製麺でカレーうどんを頼んで天ぷらも一緒に食べるの美味しいじゃないですか。うん、それはうまいな。なんかそういう中途半端なことしないで
一つに絞りなさいっていう厳しいコメントが出てたわけですよ。そう、浮気をするなという。はい、はい、ありがとうです。そしたら次は、タカピロになるのか？はい、よろしくお願いします。お願いします。タカピロ君に上がってもらって、ハイブラ君お疲れ様でした。はい。あ、では、いいですかね。もう行けますか、どうぞ。お願いします。はい。ちょっと間違えました。どうかな。はい。では、始めます。僕の今日喋ることは、GCC2021 オンラインというものに参加してきて、どんな感じだったかっていうことを喋ろうと思います。北海道って結構サイバーセキュリティのコミュニティが最近活発になってきているので、それと関連しているのかなと思います。自己紹介なんですが、さっき灰原から紹介のあったローカル学生部に所属していて、いろんな北海道内の地域の人と関われて嬉しいんですけど、北大初の、コミュニティがあんまり整ってないので、この HUIT っていう北大 IT 研究会の運営とかも最近頑張っています。で、まあ、無事4年生になります、来年から。はい。で、まあ、GCC2021 オンラインっていうのは、まあ、グローバルのサイバーセキュリティキャンプで、まあ、8カ国の、人が集まって一緒にサイバーセキュリティを学ぼうっていうやつに参加 してきました。で、一応全部英語でした。はい。そうですね。あとは、期間が1ヶ月ぐらいあって、結構、期末とかぶってて、忙しいとかもあったんですけど、まあ、楽しかったですという話をします。サイバー講義なんですけど、まあ、さっきググったら、結構なんかいろんなのが出てきて、まあでもとりあえず、いろんな影響があるから、減らさなければいけないっていうことをまず最初に結構強調されて言われてですね、確かにそうだなと思いました。はい。で、これはちょっとスライドの順番が微妙なんですが、日本でいうこのサイバーセキュリティキャンプ協議会っていう団体がありまして、そういうのの各国版、各国もちゃんと国家主導だったりとか、いろんな団体があるんだなということで、はい、やってきました。で、やったことは結構いろいろ学ばさせていただいたんですけど、そうですね、CTF だったりとか、セキュリティに関することが多くて、やっぱりコンピューターサイエンスのすごい深いところとかも理解してないと厳しいなと思って、とても勉強になりました。その中で一つ面白かった、ロバストプロトコルチャレンジっていうやつを紹介したいと思います。これは日本の今岡先生っていう人が、主催してくれてて、日本のサイバー、セキュリティキャンプでも何回かやられてたみたいなんですけど、物理的に邪魔された2つのラズパイの間、あれですね、イーサネットケーブルに物理的に電気信号を加えて邪魔するっていう、これがその今岡先生の家にあるらしいんですけど、そこにアクセスして、いかに多くのファイルを伝送できるかっていうのをやりました。で、チームに分かれてやったんですけど、いろんなチームがいて、届いたよ、届いてないよ、みたいな、アックを返すような実装だったりとか、あと、ソフトウェア的に、とにかく送りまくって、あとは届いたものから頑張って復元するみたいな、してるチームもあって、でもこの誤り訂正の、とにかく UDP みたいに送りまくって、届いた側で、復元できるものは復元するみたいなところが優勝してたので、なんかいいらしいです。はい。で、いろんな技術とかね。僕らのチームは Python でやったんですけど、なかなか、チームのみんなと徹夜したりして楽しかったです。はい。で、サッピオスライド、みんな、ミームがとにかく好きで、日本にはない文化かなっていうふうに思いました。はい。で、チーム発表もやったんですけど、これはちょっと飛ばします。次、北海道セキュリティっていうことなんですけど、僕もたびたび参加させていただいているセキュリティミニキャンプだったりとか、いつも皆さんお世話になっています。最近 SC4Y っていう団体でいろいろイベントがたくさんあって、
北海道初の旅行ワイワイ盛り上がっていってるのすごいいいなというふうに思っています。で最後にカレーですね。まあ、どんなことやろうかなと思ったんですけど、まあ、北大生なんで北大周辺のカレー屋さんをちょっとリストアップしてみました。で、まあ、特におすすめなのは20畳ぐらいかなにあるララっていうところです。はい、知ってる人もいると思うんですけど、で、まあ、カレー美味しくて、あとなんかナンがおかわりし放題っていうのが結構僕の推しポイントですね。お腹いっぱいカレー食べられます。はい、で、まあ、一応何個かちょっと用意しちゃってて、僕前苫小牧に住んでいて、まあ、ホッキカレーが美味しいよっていう話と、あともう一個あります。最近、まあ、YouTube よく見るんですけど、ヒカルっていう人がカレーヌードルと蒙古タンメンを混ぜたらうまいみたいなやつをやってて、まあ、ちょっとこの前やってみて、美味しかったよっていう、はい、ちょっと刺激のあるカレーを欲しい方におすすめです。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。美味しそうだね、この半々。はい、これ美味しいですね。半々っていうか、まあ、2人前にはなるんですけど。2人前だね友達と2人前だ食べてみてください。そうそう、ララね行った時ね、多分オノですとかさ、はい、春とか一緒だったような気がするわ。うーん、一緒に行きました。あら美味しいですね。うん、北大県ですね、これはね。はい、たくさんあります。そしたら、みんなギャラリーで。よいしょ。バッタ、カレー缶に LT あるのいいね。うん。そのキリンがいろんなもの食べなくていいからね。そうね。そうそう。5つぐらい開けなきゃなんなくなると大変だもんね、その後で。前回ね、5つくらい開けて、うん、でも前回は本当になんかね、奇抜なカレーばっかり頼んでたの。本当に美味しくなくて、もう地獄の1時間だったんだけど、今回はちょっと結構当たり、さっき言ってたこの北京カレー、めちゃくちゃ美味しかったの。うん、で、もうちょっともっと食べたいと思って、うん、タコカレー今開けてるんだけど、うんうん、対面もうすっげータコすっげーのタコがそのタコの匂いにタコの味がすごいする。でちょっと一口目って思ったけど、ちょっと癖になる。で結構ね、辛みが中辛だけど結構辛い感じ。ちょっとこのタコカレー皆さんおすすめですよ。タコカレー。タコカレー。やばい。食べてみてほしい、タコカレー。そう。そしてさ、富尾さんに振ろうかと思ったら、富尾さん、おいたいたいた。何、富尾さんどこに、船どっちが船じゃないって。何、ガリンコ号が見たい。どこにいるの？ちょっと待って、じゃあ。待てば、ガリンコ号見えるの？よくあれかな、皆さん、ガリンコ号。ガリンコ号好きです。好きですかじゃない。ガリンコ号知ってますか、ガリンコ号。どうだろう、知ってる人います、ガリンコ号。知らない人の方が多そうじゃない、どうだろう。あ、乗ったことある人もいる。素晴らしいね。すごい。どうだろう、みんな知ってるのかな。ガリンコ号は流氷の中を進む船だよね。砕氷船、ね、バリバリ進むやつ、ガリガリ言いながら、うん、そうで今回はまあ3月だから流氷かなってすごい勘違いをして、3月に流氷は本当は違ったんだけど、我らほら北海道でも都会人だから分かってなくてただまあでも戻ってきてくれたんだよ、流氷は。でも、うんうん、結構だからどうしようもないんだけど。流氷の時期はいつなんですか？もっと早いんだって、3月はもう遅いんだって、流氷的には。そうなんだ。でも、みんな、沖に行っちゃったよって言って、ああ、じゃあもうダメだねって言ってたら、うんうん、この間の大雪で流氷戻ってきて、ワイワイやってる写真見たんだけどね。そしたら、富雄も昨日まではピーカンですごい、うん、はい、ガリンコ号中継楽しいぞと思ったら、
今日何もかも変わってるっていうね。出たね。日頃の行いが出ちゃったね。今日。そう。ここに、こう、うん、小学生が紹介してる、紋別の魅力が、紋別の魅力が貼ってあるんです。みりきみりき。あ、そう、ガリンコ号色じゃない？そのオレンジと。あ、そうなの？これがそうだからね。ほらほら、ガリンコ号。ガリンコ号写真をこうやって。ガリンコ号来たー。そう、こうやって。そう、冬の時はドリルを動かしてますとかって。あ、すごい。あ、本当だね。ちゃんと、そう、説明してあって。江藤さんがサンダーバードみたいなドリルが毎日出てる。本当そうだ。本当そうだ。そう、なんか、こうやって。こうなってるんだ。ドリルなんだ。はい、で、ガリコゴ2なんで、これ、3っていうのが2021年から動いてるんですけど、うん、時間帯的に昼12時だと、その3が走ってなくて2を乗ることになるんですよね。うん、なんで多分これから行っても多分2に乗ることになるのかなっていう感じで、こう、そのうちその辺にこう、ガリコゴのとこに行くバスが来る感じで、さっき言った標本の駅が、あれで、昔あった紋別駅の跡地だはずですね。うんうん、はい。今はこの次の1時のやつに乗るんですよね。そう、だから12時45分かな、ここのバスは。はい。っていう。どうしようか、それ。何、どうしよう、どうしようか。どうしようか、このガリンコ号は。気になる人はなんか続きはツイッターでみたいな。そうね、続きはツイッターでが一番安定してんのかな。なるほど。そうか、え？の URL を、チャットに貼っとくから、続きはそこから見て、うん、後でね、これ全部、はい、ツギャッターでまとめるから、はいはい、なんだろう、なんて言えばいいの？あ、なんか、ハッシュタグ決めといてね、富美男。ハッシュタグ OIC21 同とオンの2つがついてる。ついてる？ついてる。で、なんか、一緒にツイートしてくれたら、次やったら一緒に収まってください、皆さんって感じで。これはさ、今はさ、海の近くではないんだね、バスで行く。ここはもうちょっと内陸です ね。いや、小野寺さんがそこから流氷見えないのって言ってるんだけど、あ、こっからは見えないか。ちょっと遠い。今ね、これが、北がこっちか。じゃあね、バス停は、どこかな。どこにいるの？これ、ここガリンコ号あるでしょ、うん、で、今僕はいるのは、うん、結構遠いな。この辺じゃないかな。なんでそんなとこにいるの？宿がこの辺なんですよ、だいたいホテルあるのが。なるほど。ガリンコ号のとこにいればよかったんじゃないの？うん、ガリコも出なかったんですよ、午前中。してる、うん。で、出なかったんで、そのバス、もう、その時間に出るかどうか分かんなくて。なるほど。で、結局、確実にその出航する時間に合わせると、まあ、この時間に、ここに来るみたいな。なんでそんなおしとやかなことしてんの、うん、いや、さあ、動画見なかった、あの吹雪。見た。そうだった。そうだった。あれで会議行ったら死ぬね、多分ね。あれちょっと、まあさすがにフラの旭川はしばらく住んでましたけど、あれで10分とか歩くのはちょっと危険かなっていうゾーンに。ほら、何？カニの爪何？カニの爪の入ってる。ほら、カニの爪。ラーメン。ほら。カニの爪のやつは、高さ12メートルで、幅6メートル、重さ7トンだったかな。の、はい、なんか、あれらしいですよ。なんか、海に浮かべてたみたいですよ、もともと。で、海に浮かべてたやつを陸に引き上げてずっと置いてあるらしい。何それ、ユーマじゃん、ユーマ。で、これ、本当はこっちの3の方に行きたかったんだけど、ちょっと時間帯が。で、コロナじゃなかったら12時ぴったりがこれだったんだけど、多分コロナで12時のやつがなくなっちゃってて、うんうん、そもそも本数が減ってて。そうよね。減便してるよね。はい。ね、でしかも今乗れる人数も、もともとの、なんか、3分の1とかしか乗れないんですって、うん、人数も。だからなんか、235人ってなってるけど、実際今90人も乗れないとかって言ってた気がするんだな。90人もガリンコ号に乗ろうとしないでしょ？うん。いや、この時期はそうじゃない？
で、しかも、2、3人じゃないの?2、3人じゃないの?いやいや、あのね、あの、10人未満だったら出ませんから。うん。あ、そういえばなんか、ガリンコ号のさ、録画あったじゃん。あの、か、あの、某先生が。あの録画?ああ、見たい見たい、あれ。あれ、あれをさ、見せてあげればいいのか?うん、下村先生のフェイスブックはちょうどそうですね、いい感じになってたんじゃない？いい感じになってた。はい。そうですね。いや、さっきこっち外歩いた。今ね、外気温マイナス6度ぐらいかな。だからそんな大したことないんですけど。あったかいじゃん。あったかいじゃん。うん。だからなんかこう軟弱なスマホはね、こんなマイナス6度とかっていう完全に春の気温なのに値を上げて落ち出したりするみたいで。それはちゃんと除雪車が来た。あのお腹に入れといてあげて、あ、ね、胸にしまっといてあげれば落ちないよ。だから手に持って、手なんか時々ちゃんと体につけて、温めてあげないと。もしくは、手にアロンアルファって言ったのに。言ってた、言ってあげたじゃん。困るな。マッサージして、東北バス。バリア国、なんか、でも地名とか見えると面白いんかね。なんかショコツとか聞いたことないでしょ、多分。マイナス気温で暖かいという北海道あるあるいや大体人ねマイナス6度くらいだったら皆さん暖かいんですよマイナス6度は普通に暖かいよね暖かいね、うん、もう春来たあもう春もうちょっとだなって思うよねマイナス6度くらいになってくるとねバス停だとこう北門バスですねこの辺はオウムオコッペ滝の上上諸骨の読めないあたりで読めない、はい、こんな感じですね行くとこもえ海外じゃないですよね、はい、いやあでここちょっと近くがないけどあの看板場所によってはあのロシア語兵器ですねこの辺はうーんそうなんだ湧かないほどじゃないけどマリンシーターとかのあの海の周りとかロシア語兵器になってますこの辺はないな。今日除雪車っていうか排雪がすごいですね。あ、ありますね。モベチとか、エンガルとかあったまだ、あれだけどこの、こう、中モベチ、上モベチは、モがひらがなだったり、カタカナだったり、表記揺れがすごい。いう。今日の参加者の人これ見て門別行きたいなってなるかないや難易度高いなこれはあのあれやねそうこの今さあの氷砕くスクリューのところをさでもこれ、うん、おどうやったらなかなか見せらんないよな画面共有すればいいじゃん、ん画面共有すればいいのだって先生の勝手に共有していいのいやいやだって下村先生でしょ下村先生だけどさあれ今何分だあガリア号くんが来てるな43分いや、うん、これで乗り遅れたよガリン候補に向かう人がいるはい行ってらっしゃいだねそうですねあ乗り遅れたらどうなの、はい、いや乗り遅れたら終了じゃない今43分ですね、これ。あ多分前に回ってきて乗れるようになる。バス停があります。じゃあ続きはツイッターだね。続きはツイッターですね。ツイッターで、はい、富美男を見てあげてね。あ、よかったね。みんな門別行きたいって。よかったね。よかったね、門別。あの、ANA の人は門別空港があります。JAL は、目満別からアプローチで。目満別から行くとめっちゃ過酷なんで、冗談抜きに、あの、諦めて ANA で行った方がいいです。やっぱりなぁ。いや、レンタカー借りてみんだけど乗り捨てができない。あの、レンタカー会社の組み合わせが悪くて、夏しか乗り捨てができません。辛いな。はい、JAL の人は旭川からあれですよ高速バスですよ。ああ、もう門別だったらね旭川からの方が楽。うん。目満別になるとあの縁がある前に出てこなきゃいけなくなるんで、うん、北見経由になりますね。
なるほど。じゃあ、旭川だな。はい。はい、全然わかんない位置関係。バスの時間だよ、45分。はい、45分。じゃあ、僕はこの辺でおさらばしよう。はいはい。ありがとうございました。気をつけていってね。すごい雪が出てる。え、今どこ、紋別？紋別。紋別です。紋別ってさ、いっぱいあるんだね。私、全然違うとこを思ってた、ずっと。待って、どの辺だと思ってたの？苫小牧の。苫小牧、待って、待って、ちょっとそれ、かわいそうすぎるよ。私たち、紋別に送ったんだよ、あいつを。え、でも、苫小牧、苫小牧の方に。苫小牧じゃないって。すみません、そろそろ時間です。すみません、すいません、はい、了解です。矢原さん、背景がなんか。あ、紋別行ってる。ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれから締めますね。そろそろ、ね。そうですね。はい、じゃあ皆さん、ごちそうさましますか。ごちそうさましましょう。じゃあ皆さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次は？次は中亀さん。いや、じゃなくて、カレカン、次は6月の OSC 北海道、はい、名古屋はスキップかな。名古屋、今これはやっぱり北海道まで温める感じじゃないでしょうか。富岡さんはどこに送られるか分かんない。またどっかに送んなきゃなんないから。じゃあ次は OSC 北海道で皆さんと。はい。カレーカンファレンス、あのお好きなカレー、お待ちしています。お待ちしてます。LT したい方もお待ちしてます。LT、カレー LT よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ポストを松田さんに切り替えましたということで。次の講師の中亀さんは来てる？いないね。中亀さん来てねって言ってカレー食べに来てねって言ったんだけど中亀さんしかしさっき富尾なんかカニ爪のサイズを読み上げてたけど、うん、あそこで書いてあった確かに重量7トンだあってんだ、うん、なんか書いてあるんじゃないなあそこに書いてあるのかなあそこうんうんでもね、今ね、すごい衝撃だったんだよ、最後。苫小牧に送ったと思ってたキリンがね。これさ。え、なんかさ、なんかさ、あるよね。私が行くよ。紋別あるよね。え？千歳とか、新千歳とかさ、空港の近くには、苫小牧に行く方のとこに紋別っていうとこない。あるよね。え、ないっけ？ありますよ、ありますよ。日高紋別ですよ。ああ、競馬場あるところ。日高紋別だ。紋別競馬場。紋別競馬場？それは紋別にないよね。それはオホーツクの紋別にはない。